今日は自分の名前の通りのナイフのモデルを作ってみようと思ったのですよ。ですがなかなか思った形の設計図が作れませんね。やはり砥石を眺めてる方が私は好きが、ちなみに炭素鋼、高炭素鋼、低炭素鋼、いろんな鋼材ありますが、最近は本当にたくさんの鋼が増えましたね。焼き入れされると人造砥石でもまともに研げないような鋼材があったり、もう最悪ですね。長く切れ味が持つのは良くても研げなければ意味はないのですよね。
さあ終わりの時間だ。オチがない君たちのような勘のいいガキは苦手だよ。てへぺろろ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 。